Spin J-Wave Tokyo Tokyo Mad Tokyo Tokyo Mad J-Wave Mad 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 Spin 81.3 J-Wave Early 1.3 J-Wave ここは深夜3時を回りました。ここからは 81.3JWAVE 東京マッドスピン、木曜日は DJ の木村光がお届けします。この番組は東京のダンスミュージックシーンにまつわるカルチャー、アート、ファッション、ニュースなどにフォーカス。9月9日に制定されたダンスミュージックの日を起点に毎年開催される東京ダンスミュージックウィークとも連動する攻めつながるミッドナイトアワーズです。番組へのメッセージは Twitter でハッシュタグマッドスピンをつけてつぶやいてください。メールの方はmad@j-wave.co.jp まで。ゲストの情報は JWAVE のウェブサイト www.j-wave.co.jp。 それでは一曲聴いた後、声のゲスト永瀬智也さんにご登場していただきましょう。モーディアップでレッド。 JWAVE Tokyo Mad Spin。J-WAVE 東京マッドスピン。お聴きいただいた曲はモディアープでレッドでした。 81.3JWAVE 木村光のナビゲーターでお届けしている東京マッドスピン。今夜のゲストは永瀬智也さんです。永瀬さん、2週目もよろしくお願いします。よろしくお願いします。バイクのね、バイクの、はい、時間で。そうです、はい、バイクの時間で高さんにお世話になっております。いやいや、というか、あの今刀乗ってなかった？そうなんです。刀を、うん、あの、まあ、僕もなんかすごい高校生ぐらいの時にね、うん、刀にやっぱ憧れがあって、はい、そうで、それはやっぱかっこいいオートバイだなって思って、個人的にたまに乗ったりしてるんですけど、高、うんうん、さんは4発とか乗ったことないんですか？乗ったことないですよ。あ、うわ、それは意外ですね。そっちの方に行かなかったっていう。でその後すぐハーレーになっちゃったので。そうだ、うん、じゃあもう本当に最初からさ、今のところずっとハーレーって。そうそう、もうあの見てくれがアメリカンっぽいのが好きっぽいです。ああ、そうなんすね、うん、インスタを見てると、はい、あ、すごい刀乗ってるのかと思う。いろいろハーレーもその前ってなんだっけ、ハーレークラブバイクっぽいのも乗ってたじゃないですか。そうですね、うん、そうだから、なんかそのなんだろう、一つに答えを、自分を一つの答えに落とし込むのではなくて、うん、なんかこういう人間がいろんなものに乗ると、うん、またそのそれが全て新しいジャンルになっていくんじゃないかなって個人的には思ってて、うんうんうん、だからなんかあんまり今
になって逆になんかそのカテゴリー分けしなくなったっていうか、もうバイクは全部一緒でしょ。そうね、で自分が乗りたいものとかやりたいことやればいいもんね。そうなんそうなんです、うん、きっとそういう風にやってくれた人がいるから、まあ、僕らもそういうことができたというか、かっこよく見せるか見せないかは自分の気持ち次第みたいなところがあるじゃないですかね、うん、そうだからなんかいろいろそういうの気づいていくと、音楽に似てますよね、うん、なんかそのこれだからかっこいいとかこれだからかっこ悪いとかじゃない気がすると。きっとラジオとかでもそういうのありそうですよね、うん、なんか今すごく僕ラジオがなんかこう本当に愛されてるような気がするというか、みんな本当にそう一周してね、テレビもちろん目で見えるのもいいかもしれないけど、やっぱりその言葉の信憑性というか、なんか面白い感覚になるというかね、日本ではポッドキャストってあんまり人気ないんですけど、うん、みんな聞いてないじゃないですか。けど、海外だとすごいポッドキャストでみんな聞いてて、やっぱ声だけで聞くのっていいみたいな、ね、うん、やっぱそれって想像するからいいんですか、ね、多分やっぱそういうこともあると思います。音楽もその DJ 僕やってる時に VJ がなんかよくわからない VJ の方がいいんですよ。なんか、音楽で VJ 合わせてくれるんですか、はい、VJ が直接なメッセージを語ってくるとそっちの方に惹かれていってしまうので。なるほど、うん、あ、そう、メッセージが強すぎてっていうね、うん、なのでよくわからない水玉がぐるぐる動いてるとか、ああ、そういう方が意外にやりやすいっていうか、うん、そっか、ある程度映像が決まっちゃってるとこっちが映像に合わせなきゃいけないのかみたいな頭になっちゃった、うん、あ、確かにね、VJ の人たちが気合い入って、もうなんかすごい CG でドラゴンがずっと奥底飛んでるみたいな映像とか作ってくると、もうそれに合わせる音楽がないっていうかどっちにしても僕もお客さんの動きを見ながら、基本的にお客さん一曲も知らないことを、多分僕のかけてる曲一曲も知らないですよ。昔は結構この曲を待ってるなっていうのはちょっとあったんですけど、あ、なるほどなるほど、この10年ぐらいでもう一曲もお客さんが知らないような曲ばっかりかけてるので、けどなんとなく初めて食べる食材だけど全体を食べてみたら、あれ日本食だなみたいな感じの、全体を聞いてみると木村こうだなって思ってもらえるような感じで、でもそこで確実にこの曲をかけたら盛り上がるなって分かっててもかけない、そしたらちょっと僕なんか特にそれ自分の曲ではないかったりすると、うん、自分の曲だとそんなヒットしきれないし、うん、だからまあいいやって思って、うん、人の曲かけてめちゃめちゃドヤ顔してたらちょっとかっこ悪くないですか。なるほどね、ね、どうやみたいな顔してるのに全然俺の曲じゃないですみたいな。そうそうね、超 DJ でもそういう人も、あ、逆にそっか、そういうのあんのか、うん、だから音楽クリエイターっていうか、そのミュージックプロデューサー系の人で DJ になってる人で、うん、電子音楽で作ったけどピアノとか、先ほども話したんですけどピアノとか弾けないじゃないですか。だからライブやるときになったら、うん、コンピューターの Mac のね、はい、エンターとか、うん、プレイってボタンを押すだけで、うん、音楽ライブできちゃうんですよね。確かに、何もしなくてもね、そうそう、うん、でエフェクターちょっと触るぐらいで、うん、それってライブでもないし DJ でもないけど、今それが意味は DJ、 そういう人たちがみんななんだっけ、もう自分の曲かければいいやみたいな感じになって、うん、で自分の曲だけで DJ やってる人とか、そういう有名な亡くなっちゃったアビチさんとか、はい、ああいうような有名な人たちは DJ なんだけどライブなんです、自分の曲かけてるから。なるほど、うん、そっか、そういうものだってお客さんが理解してるわけでもないですよね。それもそうですよね、うん、特にその今はそのフェスとかがもう20万人とか30万人が来るようになっちゃったので、うん、でレッドブルの飛行機がバーって飛んできてくれて、うん、空にラブって書いてくれるみたいな飛行機雲で、うん、そういうなフェスとかみんなやってるから、うん、だからその人たちが DJ で、僕は DJ でお客さんのノリが悪いからちょっと地味な曲かけようかなとか、うん、どんどん選曲をその日変えていくじゃないですか。なるほど、けどそういう人たちはフェスだから、うん、でも12時25分3010秒にレッドブルの飛行機が、うん、ラブって書いてくれるっていう時に、うん、その時にそのラブっていう曲じゃなかったらまずくないですかみたいな。だ、確かに確かに確かに、うん、いやでもね、僕がねお客さんだったら、うん、やっぱその自分が求めてる曲が来たらもちろん嬉しいけど、うん、僕は裏切ってくれる方の方が嬉しいですよ。そのなんだろう、みんなが分かる曲を流して盛り上がるっていうのは、うん、なんか一番分かりやすい盛り上がりじゃないですか、うん、だからそこになんか逃げたくないっていうのもあるんですよね。
だからそれって絶対あるじゃないですか、ですね、きっと。でもやったらやったできっとみんな分かりやすく盛り上がってくれる。そうですね、でやるのはきっと簡単だけど、ね、きっとプライドなんですよ ね、 ねきっとね。なんかそこでちょっと逃げたくねえなみたいな。ね、であとは、うん、あの一番 DJ で良くないのは、うん、もうヒット曲になるべき曲が今デジタルがその主体になったじゃないですか、うん、だから前はレコードを待ってたので。そっか。で、まあ、今日本版が来てもレコードって、うん、まあ、売り出すちょっと前に日本版が来るって感じで、うん、お客さんが初めて聞く時と DJ がその音楽を聞いて、うん、さあかけようと思う時 の、 あのスパンが短かったですね。あ、同じぐらいか。そっかそっかそっか、うん、で僕もあの渋谷のシスコさんって今亡くなったレコード屋さんとかに行ったりして、うん、そこで一番初めにレコードが入ると10枚ぐらいをとりあえず買ってみるんです、ああいう人たちって、うん、で DJ がいいよって言ったりしたら初めにね1000枚頼んじゃって、うん、みんななんかあの在庫抱えちゃって困るから、うん、DJ とかに抱えさせて気にいいよねこれって言ったら追加オーダーで1000枚かける。だからその初めに8枚とか10枚とかが来るのを抑えるみたいなね感じだったんですけど、それでそれをかけると流行るじゃないですか。でちょうどその頃にはもう売りに出るから。なるほどね。だからちょうど近かったんですけど、今ってもうあのデジタル世代になりすぎて、そうですよね、うん、でアーティストもみんな仲いいからこれ作ってやってくれるんですね、デジタルで。今日作ったって言ってかけてみてって言って、うん、それからレコード会社と契約して、うん、レコード会社が出す前に半年かかったりするんですね。そうなんだ。でその半年の間僕飽きちゃっててでもう、うんうん、でもう売り出した頃にはもう書きたくなくなってんですよ、うん、じゃあもう今の時代とは全く異なって、うん、じゃあ今の時代の若い DJ のやってる方っていうのは、うん、からはもう想像できないような作業って。そうだよね。だからあのみんながそのヒット曲って言ってかけてる六本木とかでやった盛り上がってかかってる曲、うん、実は半年前とかにかけてたりするんですけど、けどその頃から僕も月に東京だとね1回2回しかしなくて、あと地方もあったりとかしてるんですか、うん、だからあの曲良かったなって思ってるけど何か分かんないくて終わってっちゃうから、そういうことなんですね。流行らなくて、うん、流行ないうちに自分だけは飽きちゃうんですよね。なるほど、うん、でも人が盛り上がってたりとか、そうそうね、でああ今これ出て流行ってんだと思ってるけど、うん、その時にまた駆け出すのってまた微妙だし。 Hey brother There's an endless road to rediscoverSister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Hey, brother.現代で、はい、その DJ キッズというか、はい、そのまあ
その DJ の人がどこを目指すかは分からないですけど、うん、そういう人って いっぱいいますね。いるんですね、うん、特に今若い子が、あの若い女の子が、うん、そういう DJ になりたいとか多くて。なるほど、うん、そういう方たちは、うん、DTM に手を伸ばすんですか、それともレコードに手を伸ばすんですか、うんうん、ちょっとレコードのやってる姿がかっこいいってなって。ああ、なるほど。その DJ らしいじゃないですか。ああ、なるほど。全く僕もうレコードとか使ってないですけど、けどやっぱり DJ、レコード使ってる人の方がかっこいいなとか。確かに。あとは、その、なんとなくちょっと今、女の子が DJ になりたいとか、で乗って、そのファッション的な要素もあって、DJ やってるのがかっこいいみたいな。俺も DJ になったら、やっぱその、レコード盤持ったバッグから、レコード盤をバーってこぼしたいですね。すいません、すいません、みたいな。ね、やってみたいし一回やってみたいし、ね、うん、確かにそういう憧れあるかも、うん、でもほらコウさんなんてリアルタイムでその音源を流して、うん、でそのまあお客さんの状況だろうか、うん、まあ、自分の気持ちかで、うん、まあこういうエフェクターをかけていって、うん、フィルターをだんだん開いてって、うん、で盛り上げて盛り上げてドカーンみたいな、うん、感じをそのテンションを上げていくのがですよね、うん、だからその時にこのエフェクターでこのぐらいまでやっていくみたいな、なんかその、はい、そうこれで気持ちいいよなっていうのとか、うん、でちょっとだんだんなんかその例えばフィルターとレゾナンスをちょうど合わせて、うん、そうですね、ギュギュギュとかいうのは、うん、そのレゾナンスをもっと聞いた方が歪むけどかっこいいだろうなとか、レゾナンス朝方にレゾナンスって結構脂っこいフレーズですけど、ね、まあでもなんすかね、あれ気持ちいいっすよね、うん、レゾナンスいじると ね、うん、ね、シュワーシュワーって、ね、炭酸のような ねいやだからそのね、僕からしたら、うん、じゃあこういう音、こういうエフェクターを使いたいってなったら、うん、はい、自分で音を出しながらどんどんそのレゾナンスをいじっていくんです、うん、で気持ちいいとこで、うん、あこれでいこうって止めるけど、うん、でもコウさんは、うん、その現場でいじるのが演奏じゃないですか、うん、で特にヒップホップの文化から始まったんですけど、うん、ヒップホップって人のリズム使ってそこに人のフレーズ使ってやってるじゃないですか、うんうん、それ、うん、それを昔はヒップホップの人が曲で作ってましたね、うん、リズムはこのリズムで、はいはい、で上のフレーズはこの人のジェームズ・ブラウンのなんだかんだとか、うん、なんだかんだ、うんうん、そういうの勝手にサンプリングで使ってたの、うん、それってそれをだんだんハウスミュージックで少しそれはなんですかね、ヒップホップはその方法だけど、うん、ハウスミュージックではそれを全部電子音楽で作っちゃえみたいな感じで、感じ電子音楽で作っちゃったんですけど、うん、昔の曲のかっこいいブレイクのところだけとかをずっと、うんうん、ヒップホップの人たちはそれを8小節ずっと繰り返してたじゃないですか、それを重ねてるっていう、うん、それをハウスの人はそれを打ち込んじゃったみたいな、そうだったんだ、なんかのコピーの感じのことが多いんですよね、ハウスの実は。ジャンル分けっていうのは、うん、その作り方の違いみたいなところで、ね、いやなんかほらトランスだとか、うん、まあ、ハウスだとか、うん、テクノ、うん、まあ、テクノでもなんかはユーロテクノだとか、うん、まあ、いろんなのあるじゃないですか、うんうん、でそこのルールっていうのは僕は全くその外の人間から 見ると、うんうん、なんかね、そういう細かいカテゴリー分けがされてんだけど、でもきっとそこにいる人たちは、うん、そのなんて言うんだろう、そういうのがびったりハマり込んでて、うん、なんか自分がやりたいからその辺のジャンルだからって言ってそういうのやってる人多いんですけど、うん、けど始めた人たちはなんか違うことやりたいと思って、うん、でハウスだけだと面白くないから、うん、なんかもっとテクノと混ざってるのがいいな、テックハウスだとか。確かに、例えばそれってなんかそのバンドでも、うん、そのなんだろう、ギターの音が歪んでるだけでロックって言っちゃう人いるじゃないですか、うんうんうん、でも別にバラードでもギターの音歪んでるっていうものもあるから、うん、結局そのメッセージがロックだったりとか、うんうん、その音楽理論がロックだったりとか、うん、どこがロックかによって、うん、そのね、うん、ジャンルが決まるとか、うん、全然違いますよね、うん、だから普通に直球のロックやるんだでもいいけど、うん、レッドホットチリペッパーズみたいな違う風にしていくとか、うん、そういろんななんか違うのもみんな変えていくじゃないですか。そうですね。それがけど面白かったりするので。パンクとロックの違いはじゃあ何なのっていう。なんだろうみたいなね。なんかすごいそういうなんかこうふわっとした問題が、うんうん、音楽にはいっぱいありそうですよね。けど、けどそのジャンルの隙間が一番かっこよかったりするような気がするんですよ。ああ確かに、うん、隙間ね、うん、だそこが結局オリジナルティーになってくるですよね、うん、その
割合はみんな違うでしょうけど、うん、確かにそうかもしれないですね、うん、だからそのルールに縛られてこそ、うん、いろいろなんか面白いも出てきてくるっていうか、確かに、いやでもなんかね、あの DJ でもバンドでも僕はあのどっちもいいなと思うのはやっぱ演奏してる時とか、うん、DJ やってる時の人の顔っていいなと思うんですね。コウさんも素敵ですよ、もう立ってきてもいいみたいな、何回かパーティーも来ていただき、ね、そうなかなかほら友達とかね先輩後輩でも、うん、なかなかこう仕事してる顔って見れないじゃないですか、うん、普段ねバイク乗ってアホみたいな話することはたくさんありますけどそうだからなんかそういうのって意外に元気もらうなってなんかコウさん見た時に思いましたけど、一度ねスキューシーのイベントにお邪魔させてもらったことがいろいろまたありがたい。あと僕アゲハの25周年かなとか、そう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 、なんか他にもなんだっけビジョンの時とかオープンの時とかね、そうですね、なんかいろいろイベントに遊びに行かさせてもらったりとかしてね。これはコウさんの番組にお邪魔するんだったらこれだけは聞きたいっていう質問があったんですけど、聞いていいですか。今までで生きてきて使ってきたエフェクターの中で一番好きなエフェクターなんですか。すいません、しょうもない、気になりますよ。いろいろありますからね。昔のね、まあディレイだったりコンプレッサー、リバーブ、フランジャーとかいろいろありますけど、オーバードライブ、ディストーション、何がコルグのね、僕、SSD2000 だったっけ、なんか、ディレイです。あ、ディレイ。の、デジタル？デジタルディレイで、もうすごい、30年ぐらい以上前なのかな。で、それサンプリングデジタルディレイになってて、サンプルもちょっと、本当に4秒ぐらいできるんですよ。SSD? SDD かな ?SSD かな ?2000 とかだった ?1200 だった、じゃあ、やば、忘れちゃったけど。で、ローランドの、コルグの、コルグの、コルグの、アウトボードですか。へぇー。それはすごいいろいろ思い出入れがあったり、あと DJ でも使えたので。で、トリガーで、ドラムマシーンのトリガーを、で、ドラムマシーンをプログラミングしていくと、その時はだから、ヒロシ君とかも、マドンナのライクアバージンを、ライクアライクアライクアバージンっていう風に鳴らすのを、ドラムマシーンのトリガーで信号を送って、その声だけ出せるんですよ。へぇー、そんなことでいいんだ。声だけを、声だけを。声だけだから、声っていうかそのフレーズだけを。なので、120bpm とか、今 DJ やるときに 125bpm とか、そのドラムマシーンでセッティングして、トリガー信号を、その現場で流せるみたいな。で、トントントンみたいな感じとかね、タッタタタって言っての信号を流すと、そのデジタルディレイが、その今かけたとフレーズ、テレレレとかって言ってたら、そしたらそれをテレレレテレレレテテレレレみたいな感じで、現場で今録音するって言って、録音して、で、そのままそのドラムマシーンちっちゃいのと一緒に流すと、流すっていうか、トリガーだけ出すと、そのフレーズだけはずっとなんかサンプリングしたいみたいな。ループマシンみたいなことだ。そうそうそう。なるほど。なるほど、なるほど。で、それが面白かったのと、かつ、ディレイの聞き方が、なんか、すごい印象に残ってるの。なんか、それは、ディレイでどんどん、まあ、音が痩せていくじゃないですか。ディレイするためにフィードバックする。でも、その SD は、そのまま、フィードバックを長くすれば、ちゃんとずっと続くし。あ、なるほど。同じ音がずっと続く。そうそうね。で、BP も合わせて、で、音がやっぱり、なんか、いいんですよね、響きが。なるほどね、ディレイした時のね。だからきっとそのね、コルグの方がいいってことなんですね。うわー、そう、意外だった。ボスのちっちゃいやつあるじゃない、ボスのなんだっけ、ハーフラックサイズのリバーブとか、そういうの新鮮なも結構使える。ディレイとかそういうのエフェクトボックスみたいなのがあって、それも結構使ってました。なるほど。じゃあもうなんか、そっか、やっぱそのエレクトリック DJ ってことで、ディレイっていうのは結構その、そう、ディレイがやっぱり、重宝される。一番なんかね、空間っぽいのを出すのと、あと違う感じが、なんだっけ、やっぱり元がレコードなので、レコードに何をかを重ねるとか、そういう感じだと。そうか、音が馴染むですよね。確かに確かに、リバーブとかね。そっか、そういう馴染みとかも含めて、ディレイを。そう、リバーブだと、わざーとかなってくるのが、広がっていくのがいいんですけど、それもディレイの透明感がある方が好きっていうか。だからその辺で、今デジタルですごいディレイ、もう 3D に音動くみたいな感じがあるじゃないですか。
そういうのもかっこいいけど、うん、けど昔のやつもいいなって思いますね。確かに、そのねエコーとかね、やっぱそのまあ、だからこそ昔の機材を今での人たちがね今でも使ってるのかなって思いますよね、うんうんうん、だからあのテープディレイとかテープディレイ、うん、テープエコーなんでテープエコーとか、うん、なんか知んないけどその味的なもの響きの感じは もちろん今の方が超未来な感じなんですけど昔のねそうですねディレイは確かにその空間的要素ですね、うん、そうですね、うん僕は、うん、あのコンプレッサーが大好き。コンプレッサー重要ですね、はいうん、コンプが大好きで、うん、でもあんまりこれ言っても理解してもらえないですね、うん、みんなやっぱりオーバードライブとか、あ、まあ、そっかそうディストーションとかでしょ、そっちの激しい方ね、そう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 、けどコンプの方がなんか僕特にコンプの話だと、うん、昔のラジオ、うん、ニューヨークの規制無理だか WBS っていう僕がもう高校ぐらいに聞いたやつって、はい、今もこのラジオもそうですけど、うん、コンプ結構かかってるんですね。これかかってますよね。そうかちょっと、うん、でも別に普通にあるやつを勝手に使ってるぐらいな感じですか。そうする、うん、別に喋るのにね、そう別にそこまでコンプにこだわる必要ないですもんね、うん、なんかコンプの音がかかってる音がすごい印象に、特にニューヨークのダンスミュージックのやつとかすごいかかってて、うん、ああそうなんだ、うん、だからこの音ってなんだろうって言ってでラジオの音を再現してかっこいいからみたいな、確かに、うん、ただの声なのにかっこいいっていう ね、あとはあの音楽ダンスミュージックが、うん、鳴らしてても、うん、やっぱ向こうのラジオの音かっこいいんですよ。やっぱそういうところってそのアメリカの人たちの感覚って素晴らしいですね、そこにかっこよさをちゃんと求めてるっていう、うん、響きがいいとか、うん、うん、だからそれでなんだろうと思ってて、でみんなコンプかけてるか分かんないじゃないですか。そうですよね。だからアメリカは110ボルトだから電圧が違うからとかいろんなことみんな言ってて、けどあコンプかみたいな、そう意外に誰も知らないですよね。そうだからそのね電車で流れるあの運転手さん の、うん、あのアナウンスとか、うん、マイクでアナウンスする人とか、うん、あの人たちも全員コンプ使ったらいいんですよ。ああそしたらもう音ボーボー言っちゃってるでしょ、もう、ね、だからね そこまでもちょっと気にしてほしいですよね、うん、音作りにね、うん、でやっぱそういうことでレコーディングも覚えていくんですよ。そのどういうマイクで楽器の音を取るとか人の声を取るとか、やっぱそういうことを
勉強していったんですけど、気づいたらそれって表現者のやることじゃなかったんだなって後で気づくんですよね。あ、そうか。あの逆にそれはどっちかってもうそういうようなエンジニアの人とかに任せてもいいかなみたいな。そうですね。でも結局それだとそのエンジニアの人の作品になってしまうんですよ。だから結局最終的に音を落とし込むのは自分じゃないと、自分で作ったカレーを誰かに最後味をまとめてもらっちゃったらその人のカレーになっちゃうじゃないですか。だからその最後にまとめるのを自分でならなきゃいけない。だからやっぱりそうするためにやっぱその実はめちゃくちゃこう勉強したっすよね。そうだからなんかでも僕はそれが苦じゃなかったんで、そのあれですね、あの好きなことやってるから、いやそうなんです。だから今日でもいつまででもできちゃいますね。そうなんですよ。でやっぱりそのさっき言ったようにこのちょっとしたことでかっこよくなるっていうことの答えがコンプランだとか、やっぱいろいろ見つかると、そう。それもスレッショルドをこの国に上げるとか。そうなんですよ。やっぱいろいろ、やっぱ表現も変わってきますよね。だからその、今まで自分の声だけしか武器がなかったのを今度は機材も武器にできるようになった。だから自分の声に対してどういうマイクがふさわしいのかとか、自分の声に対してどういうバッキングの音が合うのかとかっていう、その、まあ、わけのわからないことを、やっぱりこう、年齢を重ねるごとに、あの、考えていきましたよね。でも僕らのやってる仕事って、本当はそこじゃなくていいところだと思うんでね。だからまあみんながみんなそれをやることが正しいことだとも思わなかったし、ただ僕の場合は自分が納得するためにも自分で作った音や自分が作った曲でやることがやっぱり答えとして知りたかった、どうしても。なんかやっぱそういうところでなんかこう自分なりにあの勉強したりとか、まあね、そのコウさんとご一緒させてもらった時もそうだったし、まあ身の回りにいる音楽やってる人たちとやっぱこういろんなコミュニケーション取らせてもらって、その自分を保ってる秘訣がそこだったような気がします。うん、それがなかったら多分ただ横浜の片隅でスケボーバイク乗ったような構造だったんだね。けどもうその時から、子供の頃から音楽聴いてないでしょ。聴いてました、そういうのね、好きだと、その目的になるものがなんとなくもうある程度ああいう音出したいなとか決められるじゃないですか。だから それはそのすごく重要な気がしますね。むしろそれがないとできないかもしれないですね。そうだからその聴いてる側と演奏してる人の気持ちって、なんだろう、当たり前ですけど恐ろしいぐらい違うというか。でやっぱりその音楽っていうのは絶対右脳でやるもんだと思うんですよね。でもやっぱりどうしても僕らみたいのは左脳から入ってしまいますよ。やっぱその間違えないようにってところが、それなぜならその音楽一家に生まれたわけでもないし、音楽の学校に通って何かを学んだわけでもなくて、もちろん周り見ても教科書なんてないし誰も教えてくれないし、そのもちろん僕にもね、そのコンプレックスみたいなものはやっぱありましたよね。その本当にかっこいいのかどうなのかみたいなところを考えた時に、やっぱりその年頃でね、それこそハーレーに憧れてたりとか、いろんなものに何だろう、こう刺激をもらってる時代だったんで、っていう思いもあったんですけど、でもやっぱり長く続ければ続けるほど、どんどん自分のやってきたことを愛せるようになってきたっすね。それはなぜかって言ったら、他のやつにはできねえだろうっていう、なんかその根拠ない自信というか、それがやっぱり自分の武器になっていったっていうのが、自分に救われた瞬間というか、あ、間違いじゃなかったんだなっていう思えた瞬間で、まあそんな中で、ただやっぱりなかなかこう、なんだろう、自分の思ったものがそのみんなにとって納得するものにはならない。それはきっとどこの世界も同じだと思うんでね。だからそういうことも含めて本当にいい経験ですよね。その、だから本当にこの人は音楽好きなんだって思うんだ。だからあの、僕は単の音楽マニアから DJ になっちゃったので、だからそれを見ると音楽が好きな人はなんかいいなと思いますね。だそういう風に言ってもらえるのが一番なんかそのやっててよかったなって思える瞬間ですよね。ちゃんとなんか、あ、本当に音楽が好きで、じゃあこういう歌詞のことも考えたりとか、そういうのもちゃんとやってるなみたいな。嬉しいですね。それやっぱりその音楽やってるだけで別に全くやってることが違くても、よくわからないとこで共感できたりとかすることっていうのはね、ありますよね。そのあとそのライフスタイルって、その音楽とかに出てくるじゃないですか。そうですね。
だからストリート感が出るとか、うん、そういうとこもね自由だしみたいな、自由っていうかね、この人の個性であるし、そうですね、うん、だからなんかそう考えるとすごくやっぱオートバイと音楽もすごく似てるなって思うような気がしますね。なんかね、さっき言ったように別にどんなエンジンだろうと二輪乗ってる人はやっぱりなんかもう心がつながってるというか、ね、楽しいですよねっていう感じになれるじゃないですかね。だからそういうのはなんかやっててよかったなって、うん、ね、コウ、ね、さんももちろんそうだけど、うん、まあ、別に普段ねバイクで遊んだって音楽の話するわけじゃないけどでもなんかそこにいる、いてくれるだけでなんかこう自分が救われるというか、ね、それで同じようなものバイクを好きになって、うん、同じようなことでゲラゲラ笑ったりとか、なんかそういうのが後になってすごくいい時間だったなって思うんでね、うん、なんかそういうのは全然関係ないところなんだけど、うん、別のライフスタイルに生きてくるっていうか、そうですね、うん、全然だってスケボーやってることでそれなんか他のことに生きるかって言ったらそんなことなさそうだけど、うん、実はけどそれをやってることによって、うん、グラフィックのセンスがね、あのとかね、そうですね、そうだからやっぱりそのなんだろう、僕はもう絵がもうダメな、本当に昔から絵心がなくて、僕も同じです。いや本当ですか、うん、全然絵ダメダメですね。へえ、うん、意外と作るのが好きなのに、そうそうそう、ね、で、そういうコンピューターの文字とか置いたりとか、うん、そういうのは好きなんですけど、うん、絵描くのは全然ダメですね。え、なんイラストレーターとかやらない？イラストレーター全然使いますね。あ、使うんですか。使ってけど文字置いたりなんだかんだのは、それでエフェクトかけるとかはやっぱ音楽のエフェクトかけると同じでなるほどなるほどこれちょっと濁した方がいいとか、なるほどね。じゃあ逆に絵が描けないからイラストレーターを使うって発想ですね。僕も同じですよ、うん、そうだから前にねここにゲストできた、ね、田口くんなんかは、まあ、僕はもう幼なじみだったので、うん、もうちっちゃい頃からねもうスケボー の、うん、あのデッキテープって滑り止めのところにポスカとかでもう絵描いてて、うん、そうずっとやってることがね、うん、もう僕も彼も二十何年三十何年経ってるけど、うん、全く変わらないっていう、うん、なんかそういうものも変わらずにいられたなんかこういい自分の環境だったのかなって、そこにコウさんもいたりだとか、うん、滝田慎ちゃんとかみんななんかそれはなんか偶然知り合って、うん、けどなんとなく重なるところはありますよね。そうなんです、誰も別にビジネス感で寄ってきた人たちじゃないから、ね、すごくナチュラル、まあね、だ逆にこうやってスタジオで喋ってる方がおかしいね、そうそうそうなんかちょっと違和感があるというか ね、so high, high enough to touch the stars.
そ芸能人の人とか、はい、僕が生活してると合わないんですよ。合わないっていうか、ね、合う機会がないっていうか、だから、うん、そういう僕 DJ 結構長い時間やってるので、うん、ナイトクラブに誰かが来てたよって話は聞いたりしますけど、うん、けど僕そんな知らないよみたいな、うん、とか話すこともないし、うん、ただもう本当にガソリンスタンドの店員と同じでいらっしゃいますってぐるぐる手回してるのと窓拭いてんの同じ感じでレコードをこうやってぐるぐる回してるような感じで、だからあんまり変わらないんですけど、だからやっぱりバイクがあったから、ね、そうですね、こういうことになってる、うん、であと趣味が近いから、だから、うん、あれです、普通はだからそういう人たちに会わないのに、なんか知んないけどどっかカフェに行ったら会うったりするじゃないですか。いや、そうですね。ね、さっきもまあそんな洋服屋さんで見かけたとかさ、話があったんですけど、うん、そういうのって確かに、なんだっけ、普通は会わない人たちがなぜか知んないけど会うのはやっぱ同じ生活圏にいるんだろうなと思って。確かに。で、見かけても別にまたメールすればいいやとか、また飯食べに行きゃいいやぐらいな感じだから、まあ近くにいるのが当たり前だって思えてるっていうのが嬉しいですよね。ねえ、でも大体あの時は、うん、あの僕らの共通の仲間の K のところに、K のところ。K のとこ行ってるんですよね。メガネの K のところ。のところB の K のところにいるんですよね。そう、だからなんかやっぱりその K ともね、うん、たまに会ったりとかして話して、うん、まあ、やっぱりね、よくバイクでご一緒してる時からもう10年以上も経っちゃったからね、うん、なんかまたああいう時間が恋しいよねみたいな。ああ、ね、でも実際そのバイク乗りに行くのはなんか面白いからやったらいいですよね、うん、でももう真冬に河口湖は無理っすよもう無理っすよ。だってずっと真冬とかに箱根の方回ってったりとか、うん、そう、富士山の方まで行って御殿場で降りて東高速、うん、富士吉田そっち の, あの富士山の横をかすめて中央道の富士国有料道路みたいな ね、うん、寒いのに。でもね、本当に僕これ冗談かと思われるかもしれないですけど、ああ、バイクに乗らないと本当に体調が悪くなっちゃう人で、ああ、多分僕だけだと思うんで、ああ、皆さん真似しないでほしいんですけどそう、あの逆にその趣味、うん、バイクであれ何でやれ、それをやることによって、ね、祭りであれ、うん、なんかそれによってもう気持ちが入れ替わってバシッていけるってなるかもしれないですね。そうだと思うんですよね、うん、だからまあ僕はね、そもそもバイクを乗る前に今日こけるかもしれねえなんて気持ちで乗らないですから、できるなら無傷で帰ってきたいと思ってますんでね、うん、レースもそうですし、うん、だからやっぱりそのなんだろうな、よくね、レースとか危ないってみんな言いますけど、うん、僕からしたら、うん、行動の方が危ないですよって思うんですよね、うん、なぜならいろんな気持ちのやつがいるからね。レースはみんなゴールに向かって走るわけですから、もちろん危険ですけど、うん、でも本当の意味で危険なら僕は行動の方が怖い、サーキットの方がまだ安全だなって、うん、転んでも大丈夫なようにある程度なってるっていうか、そうですね、でそういう風に装備もしていくわけじゃないですか。そう、そう、でもね、普通の行動ではただ買い物をしに来た、ね、お姉さんがいたり、うん、ただドライブしてるお父さんがいたりとかっていうところを走るわけだから、うん、同じテクニックの人じゃないですもんね、みんなね。そうですね、だからさ、ね、うん、下手な人もいれば突然飛び出してくる人もいるし、そうだ、それ僕ね、親父の運転見てて思ったんですよね。親父レーサーなのに、うん、行動だとめっちゃ遅いって子供の頃思ってたんですよ本当にこいつレーサーなのかよって隣で思ってたんですけど、うん、でも本当のレーサーってそうなんだなと大人になって気づくっすよね。ああ、そうか、逆に本当のレーサーは行動でチャレンジしねえよっていう、うん、サーキットだけでしかチャレンジしないっていうね、うん、どれだけ危ないかを知ってるから、そう、うん、だからなんか本当に年取って気づくことでたくさんありますよね。そう、そう、僕もやっぱり普通に行動でこの間、うん、あの飛び出してくるおばさんがいて、うん、それでクッてハンドルをバイク乗ってる時にひねってしまって、うん、で今まだ、はい、手首痛いっすもんね。大きな事故なんだけど、ね、うん、でもコウさんもね、そんな、うん、ね、飛ばさないし、 ね、なんかメローに走ってる、うん、普通に緩い感じで走ってます、ね、うんうん、でもやっぱたまにね、うん、そういう予期せぬ、そうね、予期せぬことがあるとありますよね、ヒヤッとね、うん、ね、うん、だから行動の方が実は危ないかもしれないですね、本当にね。そうですね、うん、そう、でも僕も最近、うん、もう本当逆に怒られるんじゃないかぐらい遅く走っちゃったかな。それはそれで、そう、でもやっぱりその景色も見たいし、ね、やっぱなんかそのいい意味でも悪い意味でもちゃんとこう年を取れてるのかなっていうか、うん、
なんかそういう感じしますけどね。そうだからなんか今走り行ったらまたちょっと今までとは違うメロンな走り、やんちゃな感じないの？やんちゃもうないですよねきっとね。あとまだいい、昔よりも少し乗りやすいバイク乗ってないみたいな。そうやっぱそのね、もう当時はもうリジットって言って ね、もうサスペンションがないようなのでガチガチに走ってましたけど、もうハンドルがもう超狭くて、今日、うん、長瀬君それそういうの乗れちゃうから。いやでもやっぱかっこいいっすもんね、うん、サスなんていらねえよって言ってみたいっすもんね。ちょっとねケツが痛くても、ケツが痛くても、うん、だけどあと満タンで80キロしか走んなくても80キロもうちょっと短い、短いっす ね、 ね、70キロしか走んないかもしれないですね。タンクはそのかっこちっちゃくてかっこいいは昔いいみたいな。そうなんかでも、うん、そうっすね、なんかやっぱ久しくその仲間と走るみたいなことがちょっと気づいたら遠ざかったなって、うん、今は42まで持ってるでしょ今は、うん、そうそうですね、42ももちろん持ってるし、3級も持ってるし、うん、3級はオリジナルのままで、で今は40年の EL の、はい、黒に金のフレームス の、 スプリンガーにエイプハンガー、スカイバーハイバーみたいな、そうあれがずっと主で乗ってるんですけど、今ちょっとカスタムプランを企んでいて、うん、そうちょっとまたチョッパーフレームをね、ちょっと買ってなんかそれになんかナックル乗せてとかいろいろ考えてるんですけど、けどやっぱそれ考えてるのも面白いしね、うん、やっぱねもう作らないかもなと思ったんですけど、多分もうこれ一生止まらないかもしれないですね。止まれないかもしれない。まあ、僕もだってオーバーホールして、うん、もうそろそろ純正の形に戻るかと思って、うん、純正近くしてたのに結局また前のボッパーに戻しちゃいましたもんね。もうやっぱねコウさんっつったらもうボバーってイメージありますね。だからなんだか街で純正のスタイルにすると、うん、なんだかね動きが悪くなってきたっていうか、なるほどクイックに動けないって、ね、そういう感じが、うん、やっぱりもっとバシバシガシガシ動きたいなって思うと、うん、っていう感じになってっちゃって、やっぱほらその僕はねバリバリそのサスのないリジットフレームに全くバネのないシートでもうケツ痛い仕様でずっとやってたけど、コウさんはねちゃんとそのキャストシートでね、ソファーのようにずっとやっぱそれはのずっとそうやって乗って、そうだね、その方が乗りやすいから、なのとなんだっけ一番なそのリジットのとこにするとチョッパーでかっこいいけど、そうするとタンクまで全部変えたりとかして、いろんなことやんなきゃいけないから、それはそれでいいんだけど、乗り心地も取りたいしってね。そうだからやっぱそれをヒントに僕もねキャストシートのチョッパーを作ってみたりとか、そのボバーとかもトライしてみましたけど、そうやっぱり最終的にたどり着いたのはやっぱ4速フレームとか、やっぱそうスイングアームになっていくっていう、そのが全然楽ですよ。もううちに67年のサスがついてるあれなんですけど、やっぱ乗り心地は全然、そのアーリーシャベルの方が乗りやすいですね。あれも4速っすね。4速かな、うん、でチョッパーチョッパー、うん、まあボバー食いだけどチョッパーですね。でもまあないよりはマシっていうぐらいな感じですけどね。そこまでサスペンションの意味あります、ね、ってぐらいな感じですけど、そうサスペンションせっかくついてんのに、やっぱなんていうかな、かっこいい方がいいからローダウンとかいろいろしちゃうと全然サスの機能がなくなってしまうっていう。でもきっとこれの問題っていうのは僕らだけじゃなくて、うん、まあ日本まあアメリカもそうですけど、ハーレーとかチョッパー好きな人じゃ永遠のテーマでしょうね。かっこいいのか、それとも乗り心地どっちがいいかみたいな、それ多分永遠のテーマだと思いますよ。だから結局はもうそれは乗り心地は、その新しいバイクの方にみんな、クラブバイクみたいな方に行っちゃって。でも結局ほら、ソフテールなんかは、リジットのかっこよさを、ハイテクにするためにリジットっぽく、見える感じは、リジットなんだけど、サスがついてるみたいな。でもやっぱり、あれで組んでみたら、やっぱリジットとはまた違うバランスに絶対なってしまうじゃないですか。ね。だから難しいです。ね、リジットの華奢なのは、ね、なかなかね、そうやっぱ華奢なのがかっこいいですよね。後ろ側見て超細いじゃないですか。それがかっこいいっていうか。そうですよね。最近K も、もう K になっちゃったんですけど、K っていう友達がまあいるんですけど、その K もチョッパーを。今乗ってるんですよ、ショベルの。マジで知らないですか。知らない。もうこんな細いフロント21のリア18インチで
でショベルで、ショベルね、もう白煙、4速4速です、うん、でリジットで、うん、まあ、向こうの有名なバイクチームの人が乗ってたであろうっていう車両を、うん、見つけたらしくて、うん、でこの間久しぶりにご飯食べようって時に乗ってきたんですけど、うん、あれもまた何でも乗りこなしちゃうじゃないですか。そうそ う, そ う,、ね、そ う, そうだからあれはあれで似合ってたっていうか、もともとあんまチョッパー乗らない、ね、うん、人だから、ね、そう、なんかちょっとその違和感はあったんですけど、けどそれもあの本人が好きに乗ってると勝手に自然に慣れてっちゃうっていうか、うん、そうですね、そうですね、うん、そうだから、あ、じゃあ会ってないですね最近ね。なんですかね、ちょこちょこ会ってるけど、あ、じゃあその話は聞いてないんだ。そうそう、なんかそんなの言ってました、ね、うん、そう、多分ね、なかなかその彼も古いものが好きだからね、うん、だから多分そういうなんか自分が断ったことによって、うん、なんか誰かに買われるのが嫌だっていうタイプだからね。そう、だって多分そうで、珍しいマフラーあの人つけてるじゃないですか、その横のハイパイプね、うん、あれも他の人がつけると嫌だからって日本で売り出したら全部買ってましたあの人天の弱にも程がありますよ。ね、うん、だから何本か持ってるって言って、なんで何本持ってんのって言って、いや他に人が買っちゃったら嫌だからって言って、うん、その理由でってみたいな。そうですね。そう、でもね、僕はね、うん、なんかじゃあ東京で自分の好きなバイク乗り何人かあげてくれって言われたら、うん、まあ K は入ってきますね。なんかしょうもないやつだけど、しょうもないやつだけど、なんかやっぱバイク乗らせたらなかなかやっぱかっこいいなっていう。面白い、うん、いいキャラですね。まあでも本当あれ知らない人が見たらただの怪しい人っすけどね。